今回は元体操選手の寺本明日香さんをご紹介します。寺本さんは1995年11月19日生まれ、愛知県小牧市出身で、身長142センチ、体重38キロ、スリーサイズは非公開ですが、バストは推定 A から B カップと思われます。寺本さんは、ショートカットがよく似合う丸顔の可愛い美女アスリートです。奥ゆかしい落ち着いた雰囲気の瞳がとても上品なのですが、笑うと妙に可愛らしくなるギャップが素敵で、そのギャップでファンになった人も多いのではないでしょうか。寺本さんは、多くの体操選手がそうであるように幼い頃から体幹周りにしっかりと筋肉をつけてしまうので、身長142センチと小柄ですが、その身長に絶妙にマッチした可愛らしい表情、柔軟性やしなやかさからくる妖精のようなスタイルで、トータルで魅力的な女性でもありますね。競技時には柔軟性や力強い演技から繰り出される開脚や決めポーズ、その表情などがとてもセクシーな寺本さんですが、内面的にとても女の子らしい人物としても知られています。怪我の影響で出場のかなわなかった東京オリンピックでは、団体戦に参加する代表選手全員に手作りのお守り人形を贈るという細やかな優しさや思いやりはとても素敵でした。仲間やチームを思いやる心や気持ちという精神的な輝きや魅力のある寺本さんは、きっと素敵な女性なのでしょうね。自身の公式 YouTube では、全ての女子アスリートのために言葉にしにくい生理中の練習について、体の状態などを含めて一生懸命解説する動画があります。ルックスや見た目からは少し想像しにくい大人っぽい声もギャップがあって魅力的ですよね。また寺本さんのインスタグラムでは、さまざまな美女アスリートとの写真や過去の競技風景、私服姿や趣味のゴルフに熱中するプライベートな姿など、たくさんの寺本さんを見ることができるので、気になる方はぜひチェックしてみてください。そんな寺本さんは、鉄棒がしたいという純粋な思いで小1から体操を始めたそうです。小学生の高学年の時に全日本ジュニアで優勝して以降、常に第一線でトップ選手として活躍してきた寺本さん、ロンドンオリンピック個人総合11位など活躍を見せてきた中で、酷使してきた体は満身創痍。2021年にはアキレス腱断裂の影響で東京オリンピックを逃し、それをきっかけに現役を引退します。26歳という若さでの引退に驚きの声も上がりましたが、逆に言えばまだ20代ですから、今後の活動にも期待が高まるというものですね。これからも寺本明日香さんを応援していきましょう。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは様々な女性アスリートを紹介しています。気に入っていただけたら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。